毎日クソ暑い中、皆様お疲れ様です。ラッキーゾーンのマスターです。西日本大会大分支部予選関連の動画は今回が最後になります。トリを務めるのは2024年7月21日の第2試合に行われた博愛病院対 J 全農大分の試合です。この試合では前半途中から女子メンバーが合流します。お客様としてお店に来ていただいている全農チームの応援に行きたいという彼女たちからの要望がありましたので、この試合だけ特別に一本の動画として公開いたします。この動画をご覧の皆様もぜひお店に来ていただき、彼女たちから応援の要望をされるぐらい仲良くしてもらえたら、いつでも動画の主役として扱いさせていただきます。それではオープニングの後、早速試合をご覧ください。さあ、ただいま4階の表に入るところですけど、2人が到着しました。飲み物持っちゃう？飲み物持ってます、うん、これ見て、これ氷凍らせて、あの買ったのがね、もうすでにやば溶けてます。めっちゃ暑いですね。やっぱ午前中いっぱい持たないと。やばい。それでは、引き続きですね、博愛病院対 J 全農大分の試合を行きたいと思いますが、2人はね、博愛さんもあのお客さんもちろんいるんですけど、全農のお客さんで、仲良しのお客さんがありますし、宮さんはね、これカット違う、ということで、応援していきたいと思います。Woo!
ナイスピッチ。おっと、これは抜けたんやな。見ついた。せっかく2人が来ましたので野球クイズ。本当にわからんかも。超初心者編。本当にわからんかもしれない。いやいや、まさかそんな。というわけで問題、はい、野球は何人でプレーするか知ってますか？11人。11人サッカーな。9人。そう、ね、9人ですね。そしてね、9つ、ちゃんと守備位置の名前があります、もちろん分かりますよね、では宮城さんどうぞ。私雪でいいよ。雪でいいよ。じゃあ1個ずつ行く。そこです。ピッチャー、いった、ライト、サード、ショート、お、すごい。あと2つ、ドリブル、センター、分かるけん、分からんかもしれん、野球好きやけん、分からんかもしれん、ちょっといいよ、いや、分かる。熊の子見ていたかくれんぼ、お尻、初級編、初級編ですからね、一般常識。キーパーだよ、キーパーセッター、セッターだ、セッター、バレエーテさんの無理、前衛は前衛。はい、ということで、みやびさんは酒焼けでございます。違います、風です。フェンス直撃の二塁打、取り損ねました。高橋さん、すみません、投げると思う。これはかけるとか。
ぞ。あーいた。わー素晴らしい。なんとお客さんがね、ランニングホームランを打ちました。ナイス、かっこいいね。マジかっこいい。
か。レゲエみたいな。これは行くか行くか行くか。行った。アウトか。おーセーフか。え、よく見たら16人やおっといけない。撃たれた。満塁になりました。センター。試合が終わりました。チームは勝利しました。おめでとうございます。おめでとうございます。すごい。強かったですね。そしてね、今日お客様は随分活躍されて、見どころもたくさんありましたね。で、また行く前からね、またレベルの話で盛り上がって、そんで、でも、ください。来てください。というわけで、ねびと。じゃないかな。ゆきちゃんこれ見てください。というわけでチャンネル登録と高評価お願いします。はい、ということでした。じゃあまたね。かっこよかったです。お疲れ様でした。おーいっとー、ナイスバッティング。抜けた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 。
いけるぞ、いけるぞ。